はい、皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日は昨日に引き続きまして、ボックス紹介やっていきたいと思うんですけれども、まあ僕のね、がどういう選手を持ってるのかというのは、ね、気になる人もね、いるみたいなので、まあそれをね、紹介するこの動画なんですけれども、まあ、いい企画かな。<laughs> まあたまにはね、結構聞かれるんでね、まあどういう選手持ってるんですかっていうのは結構質問があるんで、まあね、結構フレーマックスとかしてるんで、まあレギュラーメンバーは結構僕のね、 知ってると思うんですけど、まあ意外となんかボックスの中身をね、みんなね、ちょっと気になるみたいでして。さあ、この動画作っていきたいんですけども、今日はね。今日は、じゃあ、ミッドフィルダー編ということでやっていきたいと思うんですけれども、まあね、ミッドフィルダーも結構選手いるんで、もう早速中身に移らせていただくんですけれども、じゃあこちらですね。じゃあいきますか。早速ね、ちょっと前置き短めにいきましょう。さあ、今回もね、グレード順にちょっと並べてみました。まあ低い順からちょっとやっていきたいと思います。じゃあ、まず一人目いきましょう。はい。 シミエスパルス、鈴木唯人選手です。まあこれ今年のレギュラーでね、まあエクスペも正直ちょっと欲しかったんですけど、まあキラ顔面ということでね、はい。まあ手に入ったら結構いい存在になれそうだったんですけど、まあただね、もうちょっとスキル構成良かったらね、完璧に取り入れてたんですけど、まあでもまだ今後ね、全然チャンスあると思うんで、まあ急ぎでもなくてもいいかなと思ってちょっと今回は見送っちゃいましたけど、まあ非常にね、期待値高いストライカーの選手だと思うんで、まあ今後のね、まあ後半シーズンとかも限定出てきそうだし、 というところもね、すごく期待ができるので、はい、首を長くしてね、欲しいものが来た時には取りに行きたいなと思います。まあ、できればレギュラーでいいカード出てほしいんですけど、よろしくお願いしますって感じですね。はい。2枚目。はい、鹿島アントラーズの荒木亮太郎選手です。まあ、荒木選手はグロ保管してるんですけど、まあ、もうちょっといいセンスあるんですけどね、まあ、つけてはないんですけど、てな感じで、まあね、荒木選手もね、期待の若手の選手の一人なので、まあ、ここもね、当然、まあい、いつかは、 いつかは僕のスタメンになることの可能性も結構秘めてると思うんで、はい。まあなんかね、いずれ使えそうなカード手に入ったら、ここまで育成をちょっと考えたいなと思って取ってます。はい。まあここは期待でしょう。はい。次。はい。えー、これ横浜 FC 時代のなんですけれども、セコタツキ選手ですね。 まあ、セコ選手は、やっぱりね、川崎に移籍してちょっとグレード落ちちゃったりはしてますけれども、まあね、まだまだ若いし、まあこれからの選手ということで僕も期待をしてますし、まあ、キラーあるしね、はい、すごく期待してます。はい。もう本当に <laughs>、期待してます。<laughs> 頑張ってほしいですね。はい。じゃあ次、えー、アビスパ福岡のジョルディ・クルクス選手のこれスナイパーですね。 はい、まあ2枚持ちしてるんですけど、まあスナイパー2枚引いちゃいまして、まあ1枚被せてまだ育成してないんですけど、まあ実質使うというよりも、まあ一応保管してこっちにまあセンス付けしていいのが付いたらもう片方に入れ,入れようかなと思って2つ分けしてるのと、あともう、まあ万が一ね、万が一こっちでもまあいいセンス付けば、うん、まあ2枚持ちそのままでもいいかなと思って分けてはいるんですけど、 はい、まあ、非常にね、これもね、チップパス異次元ということで、まあいいカードだと思うんでね、はい、まあ、これもすごく重要あると思います。本当は使い分けしてもいいんですけどね、チップとインカタなんでね、まあ、タイプ別なんで、はい、まあ、ここもね、はいいいカード手に入れたかなと思います。次、はい、えー、徳島ボルティスの白井英二選手ですね。まあ、白井選手は元々僕、そうですね、もうだいぶ前なんですけど、 20年の時のイニエスタ選手を結構取りに行った厚さぽがあるんですけれども、その時にちょうどライト剣で出てて、すごくね、まあ当然引いたんですよね。まあガチャもその時結構回しましたし、まあ引いて、まあそのまま保管してて、まあ85に上がったので、まあフュージョンしたって感じなんですけれども、まあ EP もね結構つきましたし、まあ今後ね、ちょっと期待したいんですけれども。もうちょっとね、まあインターセプトとエンパスなんですがまあエンパスはいいんですけどね。まあここはせめてチェイシングとかやったらもっと良かったなって感じはしますけど。 まあでも期待ですね。ここもまあ、うまい更新が今後できればいいなと思って、ちょっと保管してますね。はい。次。松本選手ね、ジュビロ岩田の松本正也選手です。まあ松本選手をね、保管してる理由としては、まあそうですね。まあ選手としての期待も当然ね、期待値高いんですけど、85超える確率も結構高いんでね。まあ今後に期待できるっていうのもあるんですけれども、 まあ単純にピンポイントタックルとチップアスの組み合わせの選手ちょっと持っときたいなと思ってここはちょっと保管してます。まあ今後ちょっともしかしたらね、ちょっといろいろ組み合わせとかで使うかもしれないんで、まあちょっと保管してるって感じですね。はい。次。はい。ブラウブリッツ秋田の稲葉修斗選手ですね。まあ稲葉選手もやっぱりそうですね。まあブラウブリッツで85以上出る選手。まあ結構固定されてるイメージありますけどね、秋田はね。まあやっぱり、はい。もう常連なんで。 まあここも持っておきたいなというのと、まあ普通にね、いいカードですね。これね、ピンタクインターセプトでボーナスエンディフェンスなんで、まあ別にクラチャン向きで EP に乗ってもいいし、まあガチでね、ディフェッチ固めたりとかスタミナ上げたりして、まあ全然使うのもありなのかなと思うので、普通にまあ優秀なカードだと思うんで、ちょっと保管してますね、ここも。はい。次、こちらですね。まあこれ使ってるんですけど、アビスパ福岡のジョルディク・ルクス選手の2枚目。まあこれライトニングエッジの去年の限定なんですけど、 まあこれは普通にスタメンですね。はい。スタメンというか、まあ交代ですね。交代要因、ウィングで使ってます。まあ非常に強いですね。はい。クラブリンクのおかげもあって。はい。まあ本当はもうちょっとここね、上げたいんですけどね。<laughs> まあ実質銀センスなんで、まあ銀、銀、銀、金と思ってもらったらって感じですけど、はい。非常にいいと思います。まあここもね、もうちょっと上積みしたいですけど、本当はね。まあ全部全然強い選手ですね。はい。次。 えー、栃木 SC の佐藤翔選手。佐藤選手も同じくなんですけど、もともとライト圏で持ってて、で、85超えたんで、まあ、食わせてみて、まあまあ、いいセンスがついたんで取ってるって感じですかね。まあ、ここも結構ね、ディフェンスボーダー戦あるし、うん、まあ、銀ディフェンスもあるし、まあ、もしここがね、まあ、ガチ用とかになったら全然スタメあるんですけど、まあ、今のところちょっとね、かぶりがないので、うん、まあ、保管って感じになってますけど、 まあここももしかしたら枠ですね <laughs>。もしかしたらレギュラーあるかもしれない枠としてまあ残しておこうかなと思います。次、サガントスの樋口雄太選手ですね。樋口選手もそうですね、トス時代の時にキラーも持ってたし、87超えて食わせて、まあまあまあ何枚かフュージョンした記憶ありますね。はいで、まあセンス的にもまあそうですね、パス画面、スピード金銀、金銀、金銀ね。 ついてるってとこもあって、まあね、結構いい感じですけど、まあ、スタメンまではいかないにしても、まあ、持っとくことに価値はあるかなと思って、このまま保管をしていこうかなと思います。まあね、最近グレード89でフォーカス出たりもしてるんで、まあ今年まだね、期待できる可能性も全然あると思うんで、なんかね、欲しいですね。いいカードね。はい。まあこれでも十分いいんですけどね、エンパスロングシュート。悪くないんですけど、って感じですかね。はい。次。 はい。ビファレン長崎のカヨセザール選手の去年のスナイパー21ですね。はい。これはね、ダブルガンフェンなんですけど、まあ、異次元インターセプトね、まあ、これもね、秘密兵器として僕がね、語ってた時もあったんですけど、まあ、秘密兵器のままちょっと終わっちゃってるんですけど、まあ、いずれね、もしかしたら、もしかしたらって感じがあったんですけど、ちょっとなかなかね、トップ下のレベルも僕もちょっと結構育ってる選手いて、なかなか、まあ、レギュラーま,あまではね、来ないですけど、まあ、非常に期待はしてます、カヨセザール選手ね。今後もいいカード出そうなんで。 まあ今年のスナイパーもね、非常に興味深いカードであったんで欲しかったんですけど、まあね、当たらずということで、今んところね、はい、ちょっと、欲しいんですけどね。<laughs> 欲しいんですけど、個人的には。はい、更新したいんですけど、まあなかなか難しいですね。はい。次。お、古いですね。20年の小野瀬光介選手ですね。ガンバ大阪です。 はい。小野瀬選手のこのカード、まあ非常に思い入れありまして、まあレーザークロスお世話になりましたね、すごく。序盤の時とかはめちゃくちゃ頼りにしてました、本当に。まあ今でも全然頼りになると思うんですけど、まあちょっと家永選手とか入ってきたんで、ちょっとね、こっちベンチ回りになっちゃ、まあね、控えカード周りになっちゃってますけど。まあでも、はい。これはすごく印象いいです。はい。まあこれ結構使ってた人もいるんじゃないかな、当時。僕は、はい、すごくお世話になりました。まあちょっと突まではしてないですけど、はい。 まあ今後ね、もしかしたら更新の場面とかも全然あるかもしれないんで、まあそこはね、ちょっと期待しつつ、ちょっと待ちたいかなと思います。はい。じゃあ次なんですけど、川崎フロンターレの大島亮太選手です。大島選手もね、まあ僕結構、最近特に川崎でお気に入りとかちょっと引かせてもらってて、まあ73とかで出るんでね、ちょっとちょこちょこなんか育成してるんですけど、 まあいいですね。はい。まあちょっとちょっとね、怪我が多いのがね、ちょっと気になるところですけど。まあでも出るたんびにね、いいカード出るイメージもあるし、まあ当然85結構ね、限定だと超えてくるイメージあるので、まあ今後にね、十分期待したいなと思うので、まあまだね、川崎のお気に入りちょっと引き続けようかなとちょっと思ってるところもあるので、もしかしたらね、もうちょっと育ってくるかもしれないですね、ここはね。はい。次。 FC 町田ゼルビアの佐野海修選手の今年のフォーカス1弾ですね。はいこれもね、すごくいいカードです。正直育てるかどうかすごく今でも迷ってて、まあ、ボランチ枠なんですけど、まあ全然、うんまあ、このままスキル強化もあるし、まあ、あとディフェッチがちょっと欲しいかなって感じなんですけど、まあ、ここもね、レギュラーとかでちょっと欲しいですね。センス更新をちょっと狙いつつ、育成しつつみたいな感じで、85件とかからね、うまく出てくれればいいんですけど、 まあ、なかなかね、出ないっていうね。<laughs> はい。お気に入りね、町田で弾いてるわけでもないんで、まあ、ちょっと限られては来ると思うんですけれども、まあ今後ね、弾いた時は被せていきたいなと思います。ちょっとそこ待ちかな。センスさえ整えばもう一気に育成していいかなぐらいで思ってるんですけど、ちょっと待ちですね。ここはね。町田だけにね。はい。じゃ次ね。はい。サンフレッチェ広島の森島選手です。森島司選手の去年の8月フォーカスですね。 まあこれも引いた当時はまあセンス整えばなと思ってましたけど、まあ、センスがちょっと進まないんで、まあ、ちょっとオールスバになっちゃってますけど、まあ、でも森島選手ね、非常にグレード上がりまして、レギュラーも93ぐらい来てて、まあ、いいカードも出てるんで、まあ、当然ね、手に入ったら食わせて更新して、またね、そこからまたスタメンへのチャンスもあるのかなと思うので、まあ、ここは大事に保管したいなと思います。はい、じゃあ次ですけど、FC 琉球の上里和正選手です。はい 上里選手も結構思い入れありまして、まあ、これもね、当然、あのさっき白井選手のところでちょっと触れましたけど、まあ、20のプレーメーカーなんですけど、まあ、これもね、はい、イニッサ選手取るために走って、まあ、結構2枚ぐらい引いたんかな。<laughs> はい、まあ、思い入れがありますね、当時のね。はいまあ、ここもね、大事に保管して、いずれいいカードが来たら、まあね、XP も来てたからね、XP 引いたら更新かなと思ってたんですけど、まあ、なかなかね、甘くないですね。はい 次、ファジアの岡山時代の上城、えー、佐木選手ですね。上城選手の、んー、これね、結構使ってたんですよ、僕当時実は。まあ、これ使ってた時期あって、まあ、当然ね、レベルも80上がってて、まあ、ほぼ育成も済んでてって感じなんですけれども、まあ、ちょっとね、はい、ウィングの、ちょっとその交代の関係がちょっとうまくいかなくなっちゃってね、クルクス選手 <laughs> が入ってきてね。まあ、それちょっと今は使ってないですけど、まあ、これも結構頼りになりましたね。はい、すごく思い入れあるカードです。お世話になりましたね。 まあ、上条選手も普通に育成。まあ、そうですね。更新とかがあれば、うん、嬉しいですけど、まあ、このままでも全然強いんですけどね。はい。もしかしたら今後また使うことがあるかもしれないですね。まあ、一応保管って感じで保管したいと思います。次。えー、川崎フロンターレの脇坂康人選手です。もう、脇坂選手ね。これね。まあ、正直僕 EP に寄ってほしくなかったんですけど、なんか、どの EP が3つともキラキラしてるっていうね。 うんまあ、本当はガチで使いたいんですけどね、ここもちょっとい、まあそうですね、今、まあ、脇坂選手に関してもまあ83でレギュラーあるんで、まあ、ここもね、育成しつつ、ね、スキル更新もちろしたいなあ、センス更新したいなってとこなんですけれども、まあ、ここもちょっと急ぎで使うかどうかちょっと今後わかんないんですけど、育成のテーマが回ってきたら、まあ、そもそも育成してまあ普通にぶち込む可能性もあるんで、まあ、ここは期待ですね。はい。次。 えー、柏レイスルの、えー、椎橋イ也選手ですね。椎橋選手のこれもね、ちょっと使いにくいんですけど、まあ一応スナイパーなんで乗ってるというのと、まあ、スペクタクルロング、僕はまあロングシュート系のここら辺の選手持ってないんで、まあ、ちょっと大事に、ちょっと、ちょっと保管しようかなと思います。もしかしたら今後ちょっと手放すかもしれないですけど、今のところちょっと保管って感じですかね。はい。 次、えー、モンテリオ山形の山田光太選手の去年の後半レギュラーです。まあこれも普通にまあそうですね、キラーだし、まあ山田光太選手いい選手なんで、まあここも更新したいとこですね。はい。まあ早く、まあセンスがね、ちょっとディフェンスは使わなくなると思うんで、これ外すと思うんですけど、まあパワーとオフェンスはいいと思うんで、まあここももうちょっとでも上積みが欲しいかなってとこですかね。 次、えー、名古屋グランパスの稲垣翔選手です。まあ、稲垣選手も非常にお世話になった時,間時期長くて、まあ、今ちょっとね、リーグから外してますけど、まあ、クラちゃんとかでもね、全然まあ、使えるぐらいにはなるんですけど、ちょっと僕、ボランチ結構ね、EP が、ちょっと渋滞してる部分もあるんで、最近ちょっとあんま使えてないですけど、まあ、ちょっともったいないですけどね、ここも更新をして、なんかちょっと違う形で使いたいなって思うんですけど、まあ、なかなかね、グレード高いんでね、まあなんか、それなりにいいカード来たら欲しいんですけど、はい。 まあ、ここも大事にね、保管しとこうかなと思います。はい。じゃあ次、鹿島アントラーズの土井翔馬選手です。土井選手ね、うん、未だにお世話になってますけどね、左ウィング。まあ、チップパス高速ということで、まあ、土井選手結構僕、ね、試合中はいじってるんですけど、結構ね、高速で暴走しがちというね。まあまあ、愛くるしいですよね、そういうところもね。はい。まあ、すごく思い入れありますよ。はい。 まあ、たまにね、それ、その暴走がうまくいって PK もらったりとかしてくれるんで、まあそれがプラスかマイナスかって言われたら、まあ正直マイナスの素がちょっとね、高速ドリブルとか、そういうなんかカットイン気味に切り込んだりする、ね、動作にはちょっとマイナスイメージ多いですけど、まあね、意外性もあるんでね、まあ結構そういう面で面白いカードかなと思ってます。はい。次、えー、セレッソ大阪の奥の弘明選手ですね。 まあ、沖野選手の今年のスナイパーは、個人的にこれ手に入って嬉しかったのは、まあ、タイプとして結構面白いカードかなっていうね、まあ、鋼の心臓、無回転、スルーパスって今まで僕が持ってないような感じの選手なので、まあ、ここもね、ちょっとね、正直ね、なんかどうにかしたいですね。うんまあ、積極的にスパイク使ったりはしないと思うんですけど、なんかね、成り行きで育っていけば面白いかなと思うんで。 まあぜひね、そういうレギュラー被りとかね、あれば欲しいんですけど、まあ、なかなかね、そういう甘くはないということでね、まあ、今後ちょっとゆっくり時間かけて考えたいなと思います。次、サンフレッチェ広島の柏吉文選手です。まあ、レギュラーはこれ今年のなんですけれども、まあ、柏選手ね、キラ持ってて、うん、まあ、センスがね、ちょっとなかなかつかないんですけどね、高級グロフュージョンしてる割にはね。 まあ、ここもまあ、正直そうですね。まあ、ちょっとポジション的には、なかなか今の環境上使いにくいとこありますけど、まあ、いずれね、もしかしたら使うべきタイミングが来るかもしれないので、ここは大事にね、取っておきたいなと思います。はい。じゃあ次ですね。京都3階 FC の松田天馬選手です。まあ、松田選手はまあ、そうですね。今年のレギュラーですごくこれいいカードで、まあ、最近やっと当たったんですけど、 まあこれ大事に保管してるルイヤも一つですよね。まあ普通にセンスとかついたりとかすれば全然更新もあるし、レギュラーも全然あり得るカードなんでここは大事に取っておこうかなと思います。はい。じゃあ次なんですけど、これサッカー日本代表遠藤航選手残り古いですね。20年ですね。まあこれ普通にクラちゃんとかで今まで使ってるんですけど、まあちょっと厳しいけどね、右サイドバックとかで使うのね。うーん、まあでも、うん、まあこれも結構思い入れのカードでして、僕が J クラ始めて、 一発目で当たった限定じゃないかな多分。うん。すぐ当たりました。まあ、すごく嬉しくて。で、これをね、これとトムにした時間がなんなら一番長い説あるんで。<laughs> 思い入れあるんですけど、当然ね。まあ、クラちゃんとかで、ねこ、クラちゃんとかで最近順位狙いとかはましてないんですけど、順位狙いとかするときはちょっとね、使っていきたいなって感じがしますね。はい。次。えー、これも日本代表の堂安選手ですね。堂安律選手です。 まあ、堂安選手のこれ今年のなんですけど、まあ、堂安選手はね、まあ、そうですね、これ <laughs>、トップした適性がある関係でね、今ちょっと交代で使ってるんですけど、なかなかね、うまく入ってくれないこともありますけど、まあ、やっぱ強いは強いですね、カードとしてはね。まあ、ちょっと僕、家永選手ね、右ウィング使ってるんで、なかなかスタメン、まあ、スタメンでもいいんですけど、うん、まあ、ちょっとそこ難しいとこありますけどね。まあ、でも、はい、今役に立ってくれてるんで、いいと思います。 次、ジュビロ岩田の遠藤康人選手です。まあ遠藤選手はね、まあ当然売ることが僕はできないですね。まあ当時の思い入れとかもあるんで、まあやっぱ遠藤選手はすごくね、僕がそんなにサッカー見てない時とかでも、まあ全然代表戦とかその時でも見てて、まあやっぱ思い入れのある選手ですね。まあ結構やっぱり素晴らしい選手だと思うんで、まあグレードも高いしね、まあ今後もちょっと期待できると思うんですけども、まあなんかね、いい方欲しいですね、ここもね。はい。 次、アビスパ福岡前広之選手です。まあ、ここはね、もう、言うまでもないですけど、まあ、レギュラー22、今年のなんですけど、まあ、スタメンで使ってます。はい。まあ、スティールがね、非常に、まあ、スキル強化ある分もあるんですけど、まあ、カット率高くて、まあ、結構頼りになるんですけど、タックルがね、よく言えば B で欲しかったなって感じですけど、まあ、タックルにちょっと不安要素あるんですけどね、まあ、そういうスティールが結構枯れるという点を考えると、まあ、いいのかなっていう感じで、まあ、今んとこ使ってます。もしかしたらね、今後ちょっと、 クラちゃん寄りにしちゃうかもしれないですけど、はい。まあ、そこはちょっとどうなるかですね、今後ね。はい。じゃあ次、FC 東京、アダユートン選手です。はい。アダユートン選手のこれもね、2枚引きましたね、今年ね。はい。ガチャチケから2枚引いたんですけど、まあね、なかなかちょっとウィングの育成っていう面では、ちょっと最近、宮市選手とかが入ってきて余計にちょっと厳しくはなってきてるんですけれども、もしかしたらいずれね、あの、センスとかにいいのつけば、 うん、使う可能性もあるので、今のところではないですけど、まあ、今後ちょっとどうなるか注目したいところではありますね。はい、次、えー、ジェフユナイテッド千葉の三木智也選手です。まあ、三木選手のこれはね、まあ、これもある意味思い入れありまして、去年の5月月下回 MVP のカードなんですけど、まあ、ユンカー選手と抱き合わせできてまして、ユンカー選手、星さんにやったんですけど、まあね、三木選手出て、ちょっと最初はちょっとね、へこんでたところもあるんですけど、 まあやっぱりそうですね。まあ当時グロ集会のこれは決勝と言ってもいいカードかなと思います。まあグロ集会してキラでも取れたし、まあこれ実はね、この三木選手僕ね、高級グロ育成したことないんですよね。要はレギュラーを引いたことがなくて、85以上超えた時に。うん未だに引いてないんですけど、去年の終わりから。あ去年の、去年の後半シーズンからね。なのにまあグロで、グロだけでどうにかね、金 EP2 つと同 EP まで来たんで、まあこれは本当にグロを集めるメリット はここういういところにあるのかなっていうのを皆さんにまあ知ってほしいなっていうね。まあ夢がありますね、やっぱグローリー集会はね。なんかチャレマー、今日ね、今からまた、あれあるんですけど、アディチャレが合ってるんでね、四股玉回ってください。はい。次。柏レイソル時代のこれ、江坂あたる選手ですね。これ去年のレギュラー前半なんですけど、移籍前ね。まあ、江坂選手も思い出あるねうん。だってレイソルですごく引きまくってて、これの1個前の時とかもすごい引いてたんですけど、 思い入れありますね。うん。まあ結構センスとかもまあ整ってきてる方かな。うん。だテクニックも大事だしね。まあ結構出番ありそうでないカードなんですけど。<laughs> まあエサカー選手もね、まあレッズに行ってね、活躍もしてると思うんで、まあ、ここも更新狙いですけど、はい。まあでも本当に大事にした一枚ですね、ここも。はい。 はい。ここ次ね、名古屋グラムス稲垣翔選手の2枚目ね。まあこれちょっとオフェンスついてるんで、まあ置いてるぐらいですかね。まあなんか攻撃的な稲垣選手来たら、まあこっちでまあね、トップ下とかで使う感じのやつ来たら育成しようかなと思って、ちょっと別で撮ってる感じです。はい。次、えー、セレッソ大阪清武博士選手です。 まあ、清武選手はね、うん、まあ、正直限定欲しいかなってね。<laughs> 95以上のね、まあ、この、この顔面2つあるんでね、パスとシュートと。まあ、こういった組み合わせのなんか来た時にめちゃくちゃ欲しいんですけど、まあ、なかなかね、その甘くはないんで、た当たるかどうか今後もわかんないですけど、はい、大事に保管したいなと思います。はい、次ね、これ川崎フロンターレの岩永明宏選手です。まあ、岩永選手は今年のレギュラーで、まあ、岩永選手はね、すごく縁がありまして、 まあたい毎シーズン弾いてるんですけれども、今年もね、無事弾けることができまして、はい、すごく強力な選手になったかなと思います。まあ、センス的にも、個人的にはもう文句ないし、はい、もうこのまま使い続けていくだけなんですけど、またね、まあなんかいいカード来たら更新するかしないかなんですけど、まあ別にこのままでもいいので正直な話。はい、まあ、そんなに更新狙っていくわけじゃないですけど、まあできたら嬉しいですね。もっとより上位互換とかにね。はい。じゃ最後、これね。 ビッセル神戸、アンドレス・イニエスタ選手のプレイメーカー20ですね。まあこれは僕、ランイベー走って初めて取ったカードですけど、はい。まあすごく嬉しいですね。まあこれ出た当時に、まあちょっとノリで走ったとこもあったんですけれども、まあ向回転イニエスタ選手をちょっと欲しいなと思っちゃって、取ったはいいんですけど、なかなかね、センスがやっぱ EP 寄りになっちゃったっていうのもあるんですけど、無回転がね、そんな入んないっていうね。<laughs> 不足の事態なんですけど。まあでもトップした っていう面では、まあ、スキル構成的にも全然優秀だし、まあエンパスもあるんで、まあ、全然使えるんでね。まぁ、あ、クラチャン運用とかに今後なっていくとは思うんですけど、まあ、更新ね、チャンスも今後、まだまだあると思うんで、まぁぜひね、更新できたら嬉しいですけど、まあでもこれはこれでちょっと更新したくない気持ちもあるんですけど、思い入れなあるんでね、難しいとこですけど、まあでも強くなってまた使うことができればね、そっちの方がいいと思うんで、まあ、更新欲しいですね。はい。 はい。てな感じで全選手終わりました。結構ありましたね。うん、何枚からあったかな ?40 枚ぐらいあったかなはい。こんな感じで、まあ僕の、えー、ミッドフィルダー編ですね。まあフォワードも同じぐらいあるかもしれないですね。<laughs> ちょっと多いと思うんですけど、またね、明日以降、はい。やっていきたいと思いますので、よろしく、よろしくお願いします。ということで、じゃあ今日の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。これにて失礼します。バイバイ。